開運モテアドバイザー、アミ、モテの秘訣。最近、あれ？これマイク入ってるのかな？ね、ちょっとなんか湿気が多い日がちょっと続いてしまってますけれども、私ね、昨日の夜9月に入ってからね、一体何人ぐらいの方と朝こう1日ずっと通していってね、お会いしたんだろうっていうのを計算したんですよ。そしたらね、なんと9月の1日から昨日までの間に、48名の方に新しくお会いしてたんですね。で、やっぱりね、会社行ってたりとか、それからあとなんかこう事業主交流会だったりとか女子会だったりとかって、皆さんね、何か行かれると思うんですけれども、たくさんお会いされるのかな。多分ね、私もまあまあ多い方だとは思うんですが、やっぱりね、その中でね、じゃあ実際48名の方とお会いしてみんな仲良くなるのかっていうと、なりません。で、なんでね、ならないかっていうとね、やっぱり初めてお会いする方たちじゃないですか。そうだ、やっぱりね、私も一応その最初からさ、攻撃しようとかそんなことは考えてないんだけど、やっぱり仲良くなりたいなっていうふうに思うんですが、第一印象がね、こうすっごい爽やかな笑顔で挨拶されたりとか、こうなんかね、ニコニコニコって笑って可愛い感じで笑顔を持ってきていただいたりとかっていう方にくっついていきたいやん。やっぱりなんだろう、こう眉間にね、おしわ寄せたりとか、こうなんか怖い顔してね、初めましてって言って寄ってきていただいても、私もすごい緊張しちゃうし、なんかこう別に何も言われてないねんけど、怒られるん違うかなみたいな、なんかそんなこう予測が入っちゃったりするもんなんですよね。でね、今日も何回かね、私きっとね、第一印象というお話をしてきてると思うんですけれども、私のね、お話しするモテっていうのは男女の間だけじゃなくって、同性同士でも使えるというかね、大事なことなんじゃないかなっていうふうなことでお伝えをしていってますので、ぜひ明日みんな会社かな、私はね、こう365日ね、ずっと動いてるので、一体今日が何曜日なのか、こう祝日なのか休みの日なのかとか全然分かってないんですけれど祝日かなっていう状態なんですが、次ね、何かいいこう出会いがあったりとか、新しい出会いがあった時にぜひ使っていただきたいんですが、なんとそれまでにストレッチがいります。ストレッチね、絶対しといた方がいいんです。笑う練習とかじゃなくってね、表情筋が動かされるかどうか、これ名前出していいのかしら、芸能人の名前って出していいの？ OK 今 OK 出ました。シルクさんっていたじゃないですか、吉本かな、シルク姉さんがよくね、車に乗られると、顔のなんかこう運動をされるね、器具とかを取り出していきなり口にはめてやってたりとかね、よく表情筋のマッサージとか運動とかっていうのを推奨されてたんですけれども、あれがね、本当に大事。どんなやり方でもいいんだけれども、表情筋が柔らかくってしなやかな感じの運動ができるとね、笑顔がすっごい良くなるんです。ちょうどね、私昨日神戸の方でね、センスマイルプロジェクトとかっていう、その神戸市が開催してるやつが、奈良でもやらないこれね、奈良が大好きっていう人が集まって、笑顔でね、なんかこうアピールするんですよ、奈良をこんな風にしたいとか。で、まあ実はそれがね、一応お家が痛みなので神戸でやってきたんですけれども、笑顔がね、良くないとダメなの。もう要は笑えて神戸が好きだったら OK みたいな、そんな感じのノリだったんですけど、一緒に収録というか撮影させていただいた女の子が会社員さんの女の子だったんですけど、最初はね、正直すごい緊張されてて、こう目を合わせてくれないのね。で、どうしようかなって思ったんですけど、私女子大好きなんで、もうこれは私が食べとかなきゃと
言っとかなきゃと思って、喋りかけた時に初めて目が合った瞬間の笑顔がすっごい可愛かった。あのね、私よく私の周りってね、ひまわりみたいに笑う人がたくさんいらっしゃるんですけど、本当にね、ひまわりだったので、ちっちゃい太陽みたいな感じ。ほら、ひまわりもさ、なんか小学校とかってやたら大きなひまわりが咲いてたりとかするんですけど、あれのちょっと小ぶり版、なんかちょっとしとやかな感じのひまわりみたいな笑顔でね、笑ってくださって、あのね、一瞬で恋に落ちるって感じ。言うときますけど、私、恋愛対象男性なんで、そういう感じじゃないんだけれども、本当に恋に落ちるのよ。一瞬でね、この人好きってなったので、やっぱりね、人の印象って特に日本人って繊細なので、だいたいね、平均は7秒って言われてるんですけど、2秒なんですよね。2秒って早いよ。なんかこう目が合う瞬間の前の2秒ぐらいで第一印象決まっちゃうんですよね。例えばお店にさ、なんか初めましての方と待ち合わせをしてるとして、まあ私がテーブルに座ってるとするでしょ。で、扉開けて誰かが入ってくるってなった時に、その扉を開けて閉めるぐらいまでで多分2秒いきますよね、きっとね。そこでこう、もう好みが決まっちゃうっていう。それで好きチームに入るか嫌いチームに入るかって決まってくるんだったら、好きチームに入りたいよね、きっとね。なので、その好きチームに入ろうと思ったら、もちろんね、その立ち振る舞い、すっごい猫背で下向いて何が落ちてるんだっていうぐらい下向いてる人とかも正直いらっしゃるので、じゃなく前向いてて、なんかこう、なんだろう、遠くの方をちゃんと見れてる人とか、視界が広そうだなっていう人ってね、ちょっと私余談ばっかりで今日ごめんね。下向いてるとね、ライトとか太陽の光が目に入らないんですよ。影になるのね。で、特に女の子って最近エクステしてる人とか、つけまつげの方多いじゃないですか。そうするとね、そこがひさしみたいになっちゃって、こう全然光が入ってこないから、結局ね、なんか目がね、死んじゃってるんですよね。なんだけれども、上向くと、ほら、ちょっと今ね、音響さんに確認してもらうんだけど、私ね、ほら、上向くと目にここにほら光が入るでしょ。そしたらちょっとキラキラしませんね。そう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 、その笑顔とね。もう今みんなに見せてあげたかった。そう。なので、光をね、うまく取り込んでいただきたいんです、目にね。いや、上を向いて、真上っていうよりは、光がこう入るだろうなっていうぐらいの位置を見てほしいので、顎まっすぐぐらいです、やっぱり。もう本当に、気をつけってしてまっすぐ向いてるぐらいの感覚ぐらいで、あんまり顎を上げるとね、偉そうに見えちゃうので、まあ、そんなにすごい顎は上げなくていいんだけれども、そうすると自然と光がね、今、音響さん入ってます、目に。キラキラしてる。なんかそうすると、それだけで女の子って可愛くなるんですよ。こういうね、これなんていうの、カメラのさ、フラッシュみたいな感覚、ライト版みたいな感じで、こう外の太陽の光だったりとか、それからお部屋の電気っていうのをね、使っていただけるといいかなと思うんですけれども、その、何の話だったっけ？そのね、目に光をね、取り込んでいただいている中で、していただきたいのが、満面の笑みなんです。今もしね、鏡が見れる方がいたらね、していただきたいんですけれども、真顔って結構怖いんですよね、みんな。真顔で綺麗っていう人、あんまり、女優さんはそうかな？女優さんとかモデルさんはそうかもしれないんですけど、やっぱりね、真顔になると、口角がすごい下がるんです。への字口になっちゃう。で、目もなんかこうね、うつろまでいかないんだけど、なんかこう、覇気がないというか、そんな感じになりがちなんですね。で、ちょっと笑う、微笑みぐらいの感じって、まあ、口角がちょっとキュッと上がると思うんですけれども、2メートルぐらい離れてて、視力がね、1.0 以下だったら見えてないと思う。なんかこう、顔がぼやっと見えてるぐらいの感じかもしれないですよね。ちなみにね、私の視力ね、2.0 まだあるんです。43歳にして。すごくない？だけど、老眼出てきてる。なんかね、視力がいい人って老眼が早いんですって。そう。でね、そのね、微笑みっていうよりも、もうね、ニカって笑ってほしい。アンパンマンとかがめっちゃ笑うでしょ？ニカって笑うでしょ？ほら、
あれなんだっけ、海賊のさ漫画があったじゃない、ルフィ。ルフィがさ、すっごい笑ってる口ってスイカを切ったみたいな口になってるでしょ。あれで笑ってほしいために、ちょっと最後にね、トレーニング教えておきたいなと思います。今できる人一緒にやってね。あのね、口をね、口角裂けるぐらいと前に突き出していただきたいんですが、い、う、い、う、い、う、これめっちゃ変顔になるから。今ね、外で見ていただいた方がいるんですけど、そうそうそう、それそれ。い、う、い、う。これをね、口角裂けるぐらい頑張っていただくと、ここのほっぺの筋肉がくって柔らかくなって上に上がるんですよ。そうすると、すっごいいい笑顔が出るようになります。お父さんかな？お父さんとお二人で今見ていただいてるんですが。それをね、毎日毎日、お風呂の中でもいいし、ほんと1分でいいからやっていくと、ほっぺの筋肉がね、すごいこう自然と動くようになってくるんですね。そしたら、こう普通にポンって会った時に、硬い筋肉じゃないから、ニカーって笑えるようになる。そうするとね、視力が本当にね、ほぼ見えてませんっていうぐらい、目がもし弱い方だったとしても、笑顔が見えるんですよ。歯が見えるので。で、ちょっと大人に見せたい方は、前歯5本程度。だけど、子供っぽい笑い方に見せたい人は、下の歯も見せてください。で、にって笑うと、こう、明るくなってくる。これだけ目笑ってなかったら怖いからね、口だけになるから。で、笑っていってもらうと、すごくね、印象アップっていうのにつながってくれるんですよ。これね、本当にやってよ。これ宿題にするので、来月ね、チェックしますから。私これをね、1年間ずっと続けてるので、まあ、Facebook にしてもね、アメブロでも、こう、笑顔で載せるじゃないですか。そしたら大概ね、今日は服を褒めてもらえるかなって思うと、大概みんな笑顔を褒めてくれるんですよね。笑顔がいいですねとか、笑顔が良くて印象に残りましたとか言ってくださるので、ぜひ皆さんもね、それを実行していっていただきたいなっていうふうに思っております。で、もし、笑顔の作り方がちょっと苦手なのっておっしゃる方がいたら、お友達にね、見ていただいて、どの角度で、どういう風に笑うと、自分が一番可愛く見えるのか、っていうのをしていただけるといいんじゃないかなと思うんですけどね、今日スタジオの前に来ていただいてるね、女性がね、すっごい美人さんなんですよ。私ね、すごく好き、ああいうこう、美人さんの顔って。でね、そのね、今すごい笑っていただいたのが、あの笑顔がすごく可愛い。やっぱり、私今汗出ちゃった。なんかちょっとナンパしたくなるぐらい。ぐらい、本当にね、女性の笑顔って、私世界を変えると思ってるんです。もうなんだったら、これ言っていいのかわかんないけど、なんかこう世界中の争いが、女の子が笑うだけでね、終わるんじゃないかなって思ってるぐらい、世界経済とかも変えていくと思ってるので、本当に女性には特に笑っていただきたい。で、これは年齢関係ないです。0歳から100歳まで、みんな120歳とかいるのかな？昔、金さん銀さんって言いましたよね。はい。120歳、130歳まで、女性が笑うと、絶対つられて、周りの男性笑います。で、子供も笑うのよ。やっぱりね、みんなに笑顔を忘れないでいただきたいなっていうふうに思うので、これ宿題にしますね。で、言ってる間にね、あと30秒になっちゃった。で、まあそんな笑顔をね、こう作りながら撮影をしていきたいなっていうふうにも考えてるので、10月の27日に神戸のラスイートですけれども、撮影会しますので、Facebook で検索していただいたら、だいたいどんなことするのかなっていうのとか、申し込みフォームついてますので、一回見てみてください。はい、っていう感じで今日も終わっていきたいと思います。ありがとうございました。